はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もレインボーシックスシージカフェドストエフスキーで爆弾やっていこう。結構久しぶりに爆弾に当たった。防御側オペレーターフロストはまだちょっと名声があと5000ポイントぐらいで足りてないので、もうちょっと頑張っていこう。で、イエーガー使っていこうかな。イエーガーのカービンライフル、カービンライフル展開型シールドとハンドガンでいってみよう。エリアを確保し、爆弾を守れ。さあ、ガッチガチのミュートにバンディットだから、かなりガッチガチの物体構成になってる。機動準備 OK、守りを固める。ここに展開型シールドを置いて、気をつけろ、爆弾が見つかった。爆弾見つかった。補強完了だ。補強して、ここにこれつけとこう。これで投擲物クラスターチャージ類を、まあ、ある程度防いでくれるんです。あと5秒。ここにもつけよう。待てよ、爆弾がこっちにつけよう。見つかってない、素晴らしい。ここ閉じよう。こっちも閉じようか。ドアにバリケードを設置した。バンディットじゃないや、イエーガーはそんなにアーマー能力高くないから、ただし走るスピードがかなり速い、トップクラスで速い。おっ、ハンマーだな。オッケー、一人オッケーで、そうだな、まだイエーガーの全部設置し終わってないんだけどな。撃てばよかった。あっちが割られたな。邪魔を起動。一丁かけてみよう。あ、ダメだ。今そこを飛び越えて、多分敵があっちのバリケードを破壊したと思われるので、一回外出て向こうにバーッと行こうと思ったけど無理だな。こっち、裏を取ってみよう。遠回ってドローンがいた。待って、破壊できない。裏取りがバレるか。味方はあと一人。何？一人やって。もう一人 OK。 敵オペレーターは残り一人だ。まずいぞ、爆弾ディフューザーが起動した。どっちだ、アルファか。ディフューザー発見、爆弾を守りディフューザーを停止させろ。いない。あー、来てた。くそー、あと一人だったんだけどな。外にいてましたか。惜しい。さあ、攻撃側誰使おうかな。 IQ 使っていこうか。 IQカスタムを組んであるけど全く使ってないので IQ 使っていこう。 G8A1 LMG でやっていこう。爆弾を見さあやっていこう。 IQ は RED スキャナーで敵の
電子機器の探知はできるけど破壊はできないので、探知だけはして破壊は自分でしないといけないといった感じかな。だからそんなにあんまりしょっちゅう使ってる人は見ない。オペレか、同じところか。敵を特定して、でこっちを見つけて、でドローンはバレないところに置いておきましょう。10秒後に突入。突入まで5秒。行ってみよう。まずこれを破壊して、で早々に窓から顔出してる敵に注意しよう。アーマーパネルになってるな。デバイスがある。監視カメラ破壊してない、当たらない。オッケー。リロードする。スキャナーを起動して味方がナイフでやってた。邪魔を置いてあるのか。破壊できないな。じゃあもしくはハンマーで破壊になるか。ドローンがある。モンターニが攻めてってる。おっ、うん、 B いないぞ。破壊された。もう一機ドローン展開した。いない。あと1人。ディフューザーを失った。やられた。これ大丈夫か、大丈夫か。こっちから来る。 OK、 勝った。敵部隊を制圧、こちらの勝利だ。さあこれでまた同点。いい勝負だよ。盾で殴られた。さあ防衛、次は誰使おうかな。イエーガー使ったから、ドクター使っていこう。ドクターの、じゃあどうしようかな。 P90 ちょっと苦手だけど P90 使っていこう。爆弾を確保。さあ、またここか。ここはしっかりもらっていこう。さっきの敵の攻めの傾向だとまたこちら側から来そうだから、一応補強して、こっちも補強。発見された。やい、バリケードあって、バリケードを設置。残り5秒。鉄線敷いとこう。敵部隊が爆弾を発見。有刺鉄線設置。さあどうしようかな。ドクター実はスティンピストルで自己蘇生ができるから、結構攻めてってもいいと思うんだよな。お、ラベリングしてる。ガタ一人やられた。上の階から行ってんのか。離れよ。
ラボー方面大丈夫かな。縦の音縦がいた。真上か。撃ってきてる。まずいな。おお、止まって蘇生。下がる。出てて。おお、マジか。なあ、なあ、ダメだ。味方が排除された。めっちゃくちゃ攻めてきた。おまけにショックドローンまで投げてきた。さあ、敵に先に王手をかけられたな、攻撃側。ちょっと固めの敵、固めのオペレーター使っていこう。グラズ PMM のブリーチングチャージ。爆弾を見つけろ。さあ、正面からスタート。ケーキ店にないかな。ケーキ店が最も攻めやすいんだけど、なさそうだな。上の階か。そろそろ3階あたりか。3階あたりっぽいな。発見。1個あって、でもう1つはこっちか。あった。おっと、バンディットがいたな。一回ラベリングして上から見てみようかな。高倍率スコープが強みなんで。ディフューザー確保。爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。ディフューザーを取り戻せ。ディフューザー置いてった。味方を取ってくれる。ディフューザーを取り戻した。監視カメラ壊した。あれも壊しとこう。でラベリングして、縦の仲間は結構多いな。ここ割れるなら割っとこう。ブリーチングチャージ準備完了。さあどうだ、何かいるか。おお、ハンドガンでやった。ショックワイヤー破壊して。こっちいる。援護してくれ。リロード中だ。ドローンがオンライン。見えないな。いた。うん、足元しか見えないな。リロードして、クラスターチャージセット。エリア外、一瞬エリア外出た。上から敵を探してみよう。あれ、アーマーパックのやつか。違うか。リロード。さあ、味方が倒していってる。こっちの敵来ないかな、こっち。ドローン投げてみよう。ドローンを配置。いない。さっきの敵は味方がやったか。ここに一人。こっちでやられてる。どこでやられた。いない。
あ、いた。ちょっと待てよ。こっちは大丈夫だね。降りよう。あかん。よし、オッケー。ブラザーちょっと扱いが難しい。ローディン。さあ盾がいってるぞ。盾が恐ろしい。よし、オッケー。敵部隊排除、ミッション完了だ。さあこれで 2-2 だ。勝てるかな。攻撃側だ。よし、引き続きちょっと鍛える意味でもグラスを使おうかな。ちょっと味方が何を使うか見ていこう。モンターニュとブリッツのフューズ、うん、誰使おうかな。テルミット、うん、グラスで、グラスでいってみよう。さあ来た、勝つぞ。ケーキ店方面じゃなさそうかな。もしかしたらこのマップは2階が最も攻めづらいのかな。ドローンが爆弾を発見した。お、3階だ。ドローンをどこに待機させようかな。バリケードしてるからここに置いとこう。10秒前。でカプカのトラップもある。突入まで5秒。ディフューザー確保。爆弾の地点に移動して。モンターニュがディフューザー確保。ディフューザーを取り戻せ。とフューズが確保。とりあえずラベリングしてもう一回上の天窓から。なんだ、上の天窓からもう一回グラズの光害率スコープで覗いてみよう。こっちはどうだ。知ら、体のほんのちょっと一部でも出してくれれば。よし、1人 OK。 こっちはどうだ。1人いた。一人いたが、多分今のはバンディットだな。バンディットじゃない、イエーガーか。足がすばしっこいから怖い。クラスターチャージ起爆。フラッシュバン。クラスターチャージセット。クラスターチャージを起爆する。顔出せないかな。いない。ドローン。一人いた。おお、お見事。よっしゃ。じゃあこっち大丈夫だね。下いないね。ベルカムマットもないね。爆薬をセット。一旦ドローン出して 4-3。 OK。 あと1人。おっと、仲間か。待って、がっ、後ろにいた。
後ろか。右から音がする。よし勝った勝ったよし勝ったこれぞレインボー6って感じがする。3対2で勝った。というわけで接戦の勝利。というわけで、もうちょっと名声ポイントを貯めて、次回かそのまた次あたりにフロストを使えるように頑張っていこう。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。